いちごちゃん、ねえ、私たち今日はこちらになりました。はい、で、なんだろうこれ。本当はね、ティガーが良かったんですけど、バターカップのやつになりました。もうティガーのやつがなくて。ではストーリーで募集した結果を見たいと思います。はい、じゃん。 60% と 40%C でございます。しかもね、DM で今ピクサーのやつやってるから、うん、なんか食べ物とかありますよって教えてくれてる子がいたので、はい、ちょっとそれね、去年のね時期はランド行ってたからちょうどいいかもと思って行く。ムク、お前は何をしでかしたんだよ。早々私今お金はお財布に入ってなくて、で通帳持ってきてたんですけど下ろそうと思って、まあ川場に入っていませんでした。だ今借金状態ですね。そうだよ、ごめんなさい。ディズニーでこんな金使うと思わなかったなんでなんで。タワテラがもう7時、なんか8時9時のやつしかなくて、あとうちらが乗りたいのといえばセンターももうない。じゃあタワテラ行こう。7時半から8時半のやつが取れましたので、はい、まあ、それまでは自由に回っていきたいと思います。とりあえず今の時間をお伝えしますね。なんとなんといろいろあります。12時58分なんです。で、もうお腹空きましたよね。はい、まあ、まずは食べるか。はい、で実は皆さんお察しの通り1万円企画も動画上がっているんですけれども本日撮っておりますので、はい、そちらも頑張ります。頑張ります。いい早々ご飯というね、うん、ちょっとみんなに言いたいんだけど、1万円企画で1万円使い切らなきゃいけない、うん、TikTok も撮りたい、うん、インスタの写真も撮りたい、 Vlog だから常に動画を回す、はい、Vlog で乗り物乗らないんですけど、そんな止まらない Vlog なので乗りたい、うん、うちら何やってんのこれそれ聞いちゃう。めっちゃ大変なのよ。なんかいやでもね、本当にそう、なんか普通に友達と撮影しなくていい。そう気が楽すぎて逆にストーリーとか報酬しなくなっちゃうので、なんか不思議だよね。マジで忙しいんだよっていう、このマジで忙しい、あのインフルエンサーのディズニー事情、ユーチューバーさんみんなそうかな。うん、リーが今リーが来る。画面上にリーが来ます。来た。じゃあルールを説明してよ。バイバイ。ムーはここにいます。水上で私たちは今あれです。これ急にまったりする面だよね。うん、美味しそうだね。読めない。近すぎたからね。チュロス的なノリ。あ、オレンジだね。オレンジだ。泣いちゃう。誰も見てないから泣き。みつの旅よ。みつの旅よ。なんかあります。めっちゃくさい。これサムネ、ディズニー Vlog。 うーん、あ、めっちゃ似てる。なんか乗りたい乗りますか。うん、じゃあこの中かな。まあ、シーライダーは私はまあ好き。2も乗るか。2もだね。ね、
何それ、女優の真似、女優になってんの今、女優ぶってんの、みなみ、っていうかみんな聞いてください、今日はあの9時半からたけるが電話してくるって、はい、そう言ってて、ってことは多分出るの、うちら選ばれるの、だから選ばれるからみんなこの動画すごい貴重なものになると思う、そう飛ばしたりしないでね、でも後半にみんなも今ドキドキの気持ちで動画を見進めてほしい、リアルタイムで進もう、そう来たってなったらちゃんと動画撮るから、やばいわ、来てるわ、ちなみに本日のリップは私はスーパーステイマットインクの135番です。僕はエクセルの、わかんないです、ハイタッチハイタッチハイタッチ、うん、ハイタッチ、はい、次の、今うちらこの間を埋めたいんだから、イエーイ、イエーイ、リズム感ないな、ないな、ダメ、長い、ここ長い、ここ長いのよ、シンドバッドが撮りたかっただけなのに、こんなんやって、なので本当ちょっとした有名人ぐらいやばい人になった、逃げようか、ガチもガチで逃げる、ここ、そう、ここ、ここが私のマスカイ、ここが私の、あなたはもしかしたら、もしかするかも、恋する警察、ちょ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 、ケチャップ貼ります、はい、ポーキー、ポーキー、いますか、おいらいますね、いました、私たちは今からシーライターに乗ります、イエーイ、イエーイ、待って待って、タケルはディズニーの乗り物何が好きですか、聞きたい聞きたい、え、じゃあタケルは私のこと好きですか、ドリゴねえずるいタケルは何のポップコーンの味が好きですか、あ、そうだね、で、私はあのもし私とディズニー行ったら告白してくださいっていう私はプロポーズしてくださいって言うけど、うん、ダメだよ、あんたはなんて言えばいい、バズ・ライトイヤー好きですかって、だからあんたはアイスだったらいつもあのティラミス味かクッキーね、しょぼいしょぼい、迷うけど迷うけど、結局どっち買っちゃう派ですかって気になる、二択はしょぼいて、二択の質問したくないて、そんな結構あれ迷うよね、迷うよね、ここに一緒みたいな、そうクッキー入れるか入れないか、ティラミスかティラミスじゃないか迷うよね、迷うよね、確かに迷うとこではある、そう、それ聞きな、うちは全然ムクちゃん好きだよっていうことを言って、いやいや、バカ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 、え、いいよいいよ、聞きな、いやいや、やめろって、めっちゃやっぱ可愛いわ、可愛かったっていうか、本当にすごい病んでるって思われるかもしれないんだけど、うん、なんか海に逃げたくなったっていうか、なんか海の世界って何の悩みもなさそうでちょっと思っちゃった、なんか、いやいいよ、だって私だってさ、あの亀たちと海流に乗りたい、あの亀が人生2周ぐらいしてもう全部を楽しめる人みたいな風に見えてきてしまって、はい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 、その人の弟子になったらめっちゃいいなとか思って、なんか私は最後のね、ドリーがおちびちゃんじゃなかったっていうとこが可愛すぎて、なんかあー可愛かったね、うん、なんか魚になりたいと思いましたね、うん、いやあの世界があるならマジで行きたいよ、それのまだタワテラって多分並ぶまで 怖いの来ない気がする、怖いでね、今ちょっとずつ緊張し始めてる、センターオブジェアスどっちが高い、どっこいセンター、どっこいセンター、でもどっこいセンターの方が高いとしたらさうち別にセンターオブジェアス怖いと思ったことないの、うんうん、だって違う、センターオブジェアスはさ怖い雰囲気はないから、だからタワテラ公園の雰囲気から怖い、あお前はもう死んでる、お前はもう死んでる、何死んでる、お前はもうハイタワーさんして本当にやらかしてるっていう、お前のせいで全てが始まってんだぞ、その覚悟あんの、ちゃんと分かってるかな、ちゃんと、だってもしそれがなかったらだよ、これはただの
エレベーターに乗ってハイタワー3世をコレクションした宝の山を見に行くアトラクションになってたわけ。フリーメイソンなんだよね。繋がってるんだよね。繋がってるのよ。俺ハイタワー3世の3、これね、かける2したら6なんだよね。6ってことはもうこれはつまりもうね、あのフリーメイソンなんだよね。そのシルキウトゥンドゥドゥ13文字なんだよね、うん、これは確実にもうフリーメイソンなんだよね、うん、負の数字なんだよね。信じかしら来たよ、来たる、緊張、もう最悪、どうしよう、ドーンあのやばいやばいやばい、でもうち結構大丈夫だったかもしれん、めっちゃ大丈夫かなかった、うち、私も全然見てない、でもアメリジェットって感じした見てマジで怖かった。で一回シルキウトゥンドゥ、もう一回来たんだ。そう、もう一回映った、終わりかなと思ったら、お前はもう死んでいる、ドゥーンってやったシルキウトゥンドゥスタート。でもちょっと踊ってました踊ってた、ウトゥンドゥが。でも私本当にびっくりしすぎて、終わった後こうなってたもんやばいっつって見たら、こういうのが鼻に手突っ込んで終わって明るくなったら手突っ込んでたのっていうぐらいの怖さでした。と思ったら目の前に皆さん見えますか、こちら。いい感じ。バタースコッチ。バタースコッチ。これ。ポイ。誰？わかんない。いいじゃん。ねえやめて、似てない、似てる、似てる、やばい、来た、やばい、来た、来たよ、すごい、待って待って、見てないもん、見ろよ、こんにちは、こんにちは、よし、ゲームだ、無限の彼方へ、さあ行くぞ、ゲームをやろう。これから俺が名前をどんどん言うから、みんなしっかり聞いて覚えてくれ。俺が言った通りにちゃんと言えた人が勝ち残れるっていうゲームだ。最後まで残って無限の彼方へ行けるか挑戦しよう。ウッディウッディ、はい、ウッディウッディ、オーケー、言えた人手挙げて、どんどん名前を足していくからな、ついてこいよ、行くぞ、ウッディウッディバズバズ、はい、ウッディウッディバズバズ、ウッディウッディバズバズ、ジェシーバズ、ウッディウッディバズバズ、ジェシーバズ、ウッディウッディバズバズ、ジェシーバズ、ウッディバズ、ウッディバズ、ウッディジェシーバズ、言えた人、はい、リゾルグリーメンのように手を挙げて、はい、これ3本で、リトルグリーメン3本って3、はい、おー一番うまいリトルグリーメンにやってやってくれよ、エナビーはやってましたみなさま、これから竹のお時間がやってまいります。今13分だから、あと15分くらいしたら竹から電話が来るかもしれなくて、頑張りたいと思う、頑張りたい、でちょ顔のコンディション直しとく、そうしよう、直しとこう、うん、今まず何を説明するのかというと、まずあの竹に電話したかったけど、サーバーがそう落ちてて、集中してもバーンってなって、まず配信さえも見れない、そう、そういう状況だったよっていう話なので、もう私たちは今から帰ろうとしてますっていう話をして、でまあ総評としては海に行きたい、やっぱそうそうそう、海に行ってニモを飼いたいっていうのと、うん、あとなんかうちら、うん、結構今回は人の目を気にせずにちゃんと撮影できたねっていう、恥ずかしがるとかせずに撮影できたね、そうそうそう
撮影できたねって言って、最終的になんかうちらマジ本当にちゃんとバーになれましたっていう、そう言ってたら撮れてなかったの、それが全然バーじゃねえし、でもなんか全然ごめんなさい閉めたのになんか閉めたのに、まあちょっと取れてないってこともあったりして、すいませんでした、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと痛いなほんとに、ほんとになんか取り忘れとかあって本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとちょっとそれはおしっこつけるぞだから本当にこの人がちっちゃくておしっこ漏れそうって言ってきました。